ぼちぼち時間だ。サンジを仲間に加えたルフィたちはメリー号と共に姿を消したナミを追って彼女の故郷ココヤシ村を訪れていた。かつて戦災孤児だったナミは元海兵の養母ベルメールによってこの村で大切に育てられた。しかし突然現れた魚人海賊団によって幸福な日常は一変する。魚人海賊団を率いるアーロンは村の人々に上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放するという約束を信じ、魚人海賊団の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ、以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となるが、もう少しだよベルメールさん、もう少しで何もかも帰ってくる。ココヤシ村もみかん畑も私の夢も。長かったけど1億ベリーまで残りあと700万ベリー。今の私ならあと1回後悔すれば必ず手に入れられるはず。あとたった1回の後悔で全てが返ってくる。アーロンから解放されるんだベルメールさん。そしたら私やっと。アーロン！おお、どうした我らが有能なる測量士よ。あんたが手を回した海軍が私のお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は死んでも守るんじゃなかったの？守るぜ俺。とぼけるな。お前が海軍に私の金を。俺が約束をいつ破った？シャーク！ルフィ、何よ。何も知らないくせに。うん、知らねえ。あんたには関係ないから。島から出てけって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、助けて。当たり前だ！行くぞ。俺たちにはかなわねえのか。村の連中がやべえ。まずあいつを片付けたか。ナミさんを泣かせるような奴らは一匹残らず下ろしてやるぜ。あつくんすにやれねえ。この感覚は俺は司令塔の役を引き受ける。そこはお前らに任せたからな。
何としても守れ。呼吸もできねえとは哀れな生き物だな。なんちゅう強さ。ナミはかわいそうだと思うし、力を貸してえ気持ちは山々なんだが、死ぬのはちょっとパスだ。このままとんずらこかせて。今ここで全力で戦わなかった俺に、あいつらと同じ船に乗る資格なんてあるはず。男ウソップ、逃げるわけにはいかねえんだ。見てろよ、俺嘘じゃねえ。本物の勇敢なる海の戦士になるために、もうのんびりと楽しいだけど、海賊ごっこは終わったんだ。頼もしいな。実は向こうに水路の水を止めるスイッチがあるんだ。よし、俺が引き受けた。あいつ一人で大丈夫だよ。Thank you.
進めそうだ。何しに来た？あんた、殺しに。殺しに？シャッ！お前が俺を何度殺そうとした？結果俺を殺せたか？俺はこれからここにいるお前以外の人間を全員ぶち殺すことになるわけだ。お前がまた俺たちの仲間として海図を書くというなら、ここや志村の連中だけは助けてやってもいい。ナミ、お前は俺の仲間か、それとも。そんな、ルフィたちの仲間だといえば全員が殺されて、アーロンの仲間だといえばみんな私の一言でみんなが、でも私は助けてくれると言ったあいつらの言葉を疑いたくない。ごめんみんな、私と一緒に死んで。抵抗したところで貴様らの運命は微塵も変わりゃしねえぞ。敵の援軍が止まらない。陸路を使って裏から攻めるのよ。よし、援護は俺に任せろ。村の連中を守るのを忘れんなよ。
させるな。もうダメだ。暴れている奴らを引っ捕らえろ。
足場は固まったな。ぼちぼちアーロンをぶっ飛ばしに行こうぜ。ここの水路はスイッチが3つあるの。全部壊さないと中には入れないわよ。俺たちが敵をザコどもを食い止める。この間に何とかしろ。やれ、敵をぶち殺せ。まずスイッチがある場所の門を開けなきゃ。しまったか。残りの奴らは絶対に守るんだ。Thank you.
守っとくな。Shoot!
で勝てねえんだ。刀三本のお前が刀六本の俺にかなうわけねえのに。そいつは大きな計算違いだな。三本でも俺とお前の剣の一本の重みは同じじゃねえよ。重みだ。こう見えても俺の剣は一本300キロ。お前ら人間の剣より重量感はたっぷりなのだ、この野郎。バカには返す言葉もねえよ。悪いが、てめえは眼中。おい、シャローガッパ。スケロで踏んだお前はねえぞ。シャローガッパ。アーロンってのはドイツだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。うちの航海士を泣かすなよ。俺はお前をぶっ飛ばしに来たんだ。おざけ、加藤主だ。てこてめえらという通り、生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。もういい、モザイクはなしだ。やっとあいつを助ける方法が分かった。こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次乗るなんで加藤種族は。ゴムゴムの
俺の仲間だ。アーロンパークが落ちた。終わったよ、ベルメールさん。8年もかかったけど、やっとみんな